どうも、乃木坂46久保史緒里ファースト写真集発売記念スペシャル、わーあ、すごい、埃かまっちゃった、すみません。皆さんこんばんは、久保史緒里です。あ、乃木坂46久保史緒里です。皆さんお元気でしょうか。皆さんいかがお過ごしでしょうか。どうも久保です、久保でございます、久保です。ありがとうございます、たくさんコメントもねいただいて。こんばんは、こんばんは、久保でございます。どうも久保です、ありがとうございます。今もうすでに2万5千人もの人がわー見てくださってる、ありがとうございます。たくさんの方に見ていただく中ですね、私のファースト写真集発売記念がスタートいたしましたが、この番組はですね、私乃木坂46久保史緒里のファースト写真集が7月11日に発売されることを記念して配信することになりました。写真集のお話をいろいろしていけたらと思っておりますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。やん、嬉しいね、すごい久しぶりにやらせていただきますけれども、音楽も始まってファーストということで、思い出ファーストを流しながらお話ししていこうと思いますが、早速ですね、番組のこの感想をツイッターで投稿するようなハッシュタグを決めたので、ぜひ皆さんね、この番組の感想をつぶやいていただきたいんですが、ハッシュタグこちら、1番ファースト久保背番号46、これ大事ね、一類一種と書いて1番漢数字です。1番ファースト、打つときは一塁手って打ったら多分出てきます、久保背番号46は数字ですので、お間違いないように、はいこんな感じでやらせてもらってますので、皆さんぜひこれでツイッターに投稿していただいて、目指せトレンド入りってな感じになっておりますので、ぜひぜひ、長いかな、まあいいでしょう、こんな感じで今回はね、1番最初だから、最初の配信なんで1番にしました。まあそんな意味は置いといて、皆さんぜひねこれで投稿していただければと思います。そしてですね、大事なこと、このショールームをご覧の皆様のためにサプライズプレゼントをご用意いたしました。画面のカートボタンは下かな、下にあったカートボタンを押してショップルームにて写真集をご予約いただくと、特典として結局どうすんだ、できるんだ、やばい、ね、写真集ってこうやって一個ずつ相談して決めていくんですよ、一個ずつね。で今ね、今からね言おうとしてたんだけどね、決め忘れてたね、聞いてみよう。よし、ひとまず写真集を予約していただくと、特典として限定ポスターをもれなくプレゼントしちゃいますよ。この特典今回の配信のみですので、ぜひお早めにお買い求めくださいということで、絵柄を公開しますね、こちらになります。タラン、こんな感じになっております。イエーイ、こちらになります。どうですか、お恥ずかしい、こんな感じになっております。はい、あ、もう買いましたって方もいる、ありがとうございます。ですね、これはどこで撮ったか言っていいんですね、これは宮城県の田代島かな、これ田代島のところの畳です。畳の上でねゴロゴロしてるところを撮っていただいてるんですけれども、いかがですか、このニットめっちゃ可愛いでしょ、ピンクの。でもこのニット実はフィッティングの時にもともとね着る予定じゃなかったんですよ。でもなんかせっかく行くから、その島にとりあえず持ってってみよっかみたいな感じで着てみたんですけどね、すごい可愛かったんですね。なのでみんな今ではねお気に入りのカットになっております。こちらがポスターになるんですけど、まあ、写真集はねさっき話し合いながら決めてくっていう話をしたじゃない。でスタッフさんとつどつどお話し合いをしながらいろんなことを決めていくんだけど、もう今日は番外編、みんなに聞いちゃう、みんなに決めてもらいたいことがあってね、このポスターに
え、いいですか、それでも。このポスターにサインとコメントを私が書いたやつをプリントしてどこかに入れるか、それともこの写真、このポスターのままがいいよっていう、どっちがいいですか。っていう質問、こういうのもね、一個ずつ決めながらやってるんです。ありがたいことにプリントにはなっちゃうんだけど、私が書いたものをどこかに載せるかどうか悩んでるんです。どっちがいい、入れるかそれともこのままがいいよって。あ、すごい、みんな、うん、そうだ、あ、投票できるんですか。あ、もうじゃあみんなに正確に決めてもらおう。投票しましょうか。投票でコメントありかなしか、1がコメントありで2がなし、どっちがいいですか。プリントにはなっちゃうんだけどね、だけどちゃんと私が思いを込めて書きますので、どっちがいいか投票したいと思います。あ、投票いいんですか。投票スタート。あ、すごい、投票機能が始まった。皆さん、1がコメントあり、2がコメントなし、どっちがいいか教えてください。これどうなんだろう、もうちょっとしたら出るのかな。それまでじゃあお話し進めていきますけれども、そんなねこともありまして、そんな発表もありつつ、なんかねちょっと緊張してるんですよ。なんだかんだ私はもうその発表させていただいて、写真集発売を、その時にさ、嬉しい嬉しいっていうコメントをたくさんさせていただいたんだけど、やっぱりね緊張もするんです。一冊まるまる自分だけってないじゃないですか、そんなこと。だからすごい不安じゃないけど、なんかこうドキドキっていう、大丈夫かなって思いはあるんだけども、でもそれ以上に私の大好きなスタッフさんと大好きなチームの皆さんと一緒にその一つの作品を作れたっていう意味で、私はすごく嬉しいことだし、喜ばしいことだなって思ってるし、撮影自体もなんか今回が初めましてっていう方はいないのかな、今後かもしれないですね。本当に私渡すそんな、すごい、投票終わりました。ありが 87% 以上。あ、じゃあ書きます、こちらのすごいみんなに決めてもらってありがとう。こちらのねポスターにコメントをね書きますので、サインと、でこの絵柄が特典が今回のミーになるんです。なのでぜひ皆さんご予約お願いします。ありがとう。なんかいいですね、写真集でさ、いろんなことを決めていかなきゃいけないし、それがすごく楽しみでもあるんだけど、それをさ皆さんと一緒に決められることってなかなかないじゃない。なんか嬉しいね、こういう些細なことでもさ決めていけるの嬉しいから、これからもなんか聞くかもしれないけど、よろしくねっていうことで、さっきの話の続きに戻るけど、そういうことってないんです、なかなか。で、私今セブンティーン、言っていいですか、セブンティーンって、そう、セブンティーンチームの皆さんとご一緒させていただいたんですけど、もうセブンティーンモデルになってね、もう6年目を迎えようとしてるんです。6年目を迎えようとしてるんです。だからすごい、もうずっとお世話になってる方々、中学生の時からお世話になってる方々と一緒にこの写真集を作れたので、撮影もすごく楽しかったし、すごく、なんだろう、本当にこう、なんていうの、私ってすごく、なんだ、人見知りだし、気を使いすぎちゃうし、いろんなことに気づきすぎちゃうから、なんか、あ、今なんか大丈夫かな、みんなが楽しめてるかなとか、嫌な思いしてないかなとか、すごいこう気を使っちゃうんです。だけども今回はスタッフさんが楽しかったねってセブンティーンとかで会う時に言ってくれて、それがすごい嬉しくて、だから、あ、みんなが楽しめてましたって聞いても、楽しかったよって言ってくださったのがすごいね、嬉しかったの。だから私もそういう意味で本当に思い出に残る写真集ができたなっていうふうに思っております。みんなね、そんなこともあるよね。まあ改めてね、写真集の話をいろいろさせていただきたいと思うんですけれども、もういつだ、5月の11とかに発表したんですよね。だからまだ2日、ん、今日が11日か、あ、10日、9日、
10日かってことは今12日だから2日経ったぐらいなのかな、なのであれなんですけど、あと発売までで60日かなっていうことで約2ヶ月ですけど、なんかさ2ヶ月あってもさいろんなことしていきたいよね、2ヶ月間かけてねって思ってます。なんか自分の話すんのすごい苦手ってことに気づいた。嘘つけって顔された。そうですよね、毎週喋ってんだろうって。違うじゃない、こうやってね。いやもう初心者の話がしたいですね。どうしよう。あー恥ずかしい、どうしたらいいんだろう。こんにちは。あでもなんか聞きたいこととかあったらぜひコメントもいただきたいんですけど、最初に写真集発売を聞いた時とかは、なんだろう、まあ、自分が今乃木坂に入って7年目っていうこともあって、なかなかこう写真集をねやっぱり自分の中でこういう風にして写真集が出せたらなっていう夢とか理想みたいなものがずっと頭にあったから、それはさでもやっぱ7年、正直な話ね7年目ともなるとちょっとだけ難しいかなって思い始めるんです。写真集出したいっていう夢があったけど、やっぱりそれってすごくさたくさんの方の力添えがないとできないことだから、なかなかねこうやって頭の中で考える分にはいくらでも夢っていうのはこうポンポン浮かぶけど、それを実現させる形にするっていうところに行くまでがすごい難しいっていうのも分かってたから、なんかこうどこかで難しいかなって思ってた部分もあったんだけど、そういう時になんかそれこそファンの皆さんがこうちゃんの写真集いつか見たいなとか言ってくださってたから、あなんかそうやって望んでくださってる方がいらっしゃるんだったら、なんか自分もこう諦めモードじゃないけどさ、あ無理かなみたいな風になるのも違うなって思ってずっと7年間夢見れたので、そのおかげでなんか出せて今回写真集出すことが決まって皆さんにね報告できたから嬉しいなっていう風に思ってます。本当に嬉しかったです。だからでも最初に聞いた時は自分のさその頭で考えてたことを言えなかったの。なんかすごい多分皆さんの中でどういうのを作りたいみたいなのがあるから、きっとあるから、こうなんだろう、皆さんの意見を聞きたかったし、自分の意見を言うのがすごく苦手だから怖かったんだけど、私が両親の地元で東北で撮影したいですっていうことに対してすごくいいと思うって言っていただいたりだとかっていうのがあって、実現することができました、東北での撮影で。さらには1年かけて撮影してきたんですね、春夏秋冬。これもね当初は全部言ってから言っちゃう、言っていいって当初はその予定じゃなかったんです。だけども撮っていく中でそういうことになったんですよ。その四季4つの季節、私がこうポロッと実は4つの季節かけて1年かけて撮るのとか実は夢なんですよねみたいなことを言ったら、いいじゃんそれって、なんかだから私が頭で考えてたこととかを全部いいじゃんいいじゃんって言って実現してくださったんですよ、皆さんが。そのおかげで完成した写真集でした。まだあと60日あるんだけど発売まで、皆さんにはどうかね楽しみに待っていていただきたいなっていうふうに思いますね。あいいやんって嬉しい。そう四季いろんな、あ素敵なチームですね。だって本当に本当にそれは思います。本当に素敵な皆さんに囲まれて、はい、撮影もですしここまでできましたね。ということで画面のね下にありますカートボタンを押してショップルームにて写真集をご予約いただくと、特典としてサインとコメント付き限定ポスターをもれなくプレゼントいたします。このこちらですね、これこの絵柄の特典は今日限定ですので、ぜひご予約お願いします。こちらになります。ありがとうございます。はい、そんな感じで写真集のお話をしてみましたが、あ、そうだ
けね、これこれこれですね、拳売りの、写真集の公式アカウント、こちら拳ファーストアットマーク拳ファースト、こちらのツイッターぜひ覗いてみてください。毎日いろんなことが上がると思います。さっきね自分で投稿してみたりもしたんだけど、あのアイコンいつ変わるんですか。あのねこれあのオールナイトニッポンで解説したんですよ、このツイッターなんですけど、その場で解説したからさ、アイコンをさその時に撮った自撮りなの。あれいつ変わる、変えたいのって、え、だって恥ずかしい、あれその場で撮っちゃったからなんか変えた方がいいのかなと思って、あの解禁カットとか、え、どうなんだろう、わかんない、みんなどうしてるの、変えたいの、投票また、めっちゃ投票するやんでもやだ、それで悲しい、変えるが80% とかだったらあの自撮りそんなに漏れてないってなる、悲しいよそんなの。いいじゃんあれで、本当なんかでもさ分かんなくない、あれ公式のツイッターって分かるのかな、みんな本当に変えなくてよくないって。分かった分かった、じゃあ分かった、あのじゃあ絶対に落ち込まないって約束するからなんかあのまあ解禁カットもねあるじゃない、だからそっちの方がいいなって、あの本当になんかその公式ってやっぱ分かりやすいから変えた方がいいとか、そういう真面目な考えでいい、あの私が落ち込むとか気にせずに投票し、投票ってそんなすぐできるもんですか、大丈夫ですか、あのじゃあ1アイコン変える、2変えないで投票しましょうか、本当にあの落ち込まないって絶対約束するから、いくよ投票スタート、1が変える、2が変えない、落ち込まない、落ち込まない、本当に落ち込まない、何パーが出たって落ち込まないんだから、いつか変えるしね、きっとあのまんまなわけはないよ、どう思うって質問、さっき話したでしょ、写真集はみんなで作っていきましょうって、こういう些細なことでもどう思いますか、うん、もう落ち込まない、絶対に落ち込まないから、どうし絶対落ち込まないよ、落ち込まないよ、だから気にしなくていい、私がどうとかは、私が落ち込む落ち込まないように気にしなくていいし、あ、真面目に答えた方がいいってコメントあったけど、本当に真面目に教えてほしい、変えた方がいいって思うんだったら全然構わない、え、ちょっと待って結構ショックなんだけど60じゃないそんな微妙だな、変えないが3、え、待って待って、変えるが多いってこと、あ、違うか、変えないが 64.9% で変えるが 35.1、 さっきよりもなんか比率がおかしいな、じゃあ変えないってことか、一旦変えない、一旦変えないけど、まあ、いずれ変えますよね、その仮のってあの時も言ったし、例えば今後もしかしたら表紙が解禁されるタイミングとかいつかあるかもしれないじゃないですか、そういう時に変えますけど、じゃあ一旦変えないでおきますんで、だけどあのその分皆さんね変えないになったんで、これが公式だよっていうのを皆さんぜひよろしくお願いします、拳ファーストになります、はい、ということでそんな投票、すいませんね投票ばっかりしてそんな話もできたところで、続いてこんなことをやりたいと思います、先行カット解説、やったーはい、ということで解禁された先行カットを見ながらお話ししていこうというふうに思います。最初のカットが、え、順番とかあるんですか、特にないですか、あ、危ね、見えてるところだったね、ごめんね、じゃあこれかな、最初って最初のカットこちら、ででん、これになります、はいなんか見てた、よくショールームでみんながこうやって解禁カットこれですって言ってるのを見てたから、なんか嬉しくなっちゃいました、これになります、先行カット、これはですね島ですね、どっちの島だろう、田代島かな、あの島2つの島に行ったんですよ、宮城県の淡路島と田代島っていう、あのどっちもねあのフェリーで続けて行ける島なんですけど、これ多分田代島じゃないかなって思うんですけど、で撮りました、言っちゃダメなことってなんだろう、言ってみるか一回、ダメでしたらダメだったらダメだったですよね、このリュックの話とかして、これ私物です
島を出ようってなった時に、出ようってなった時かな、フェリーに乗ってまた島出ようってなった時だったから、もうあの荷物全部自分で持ってたのね。でもともとこのコーディネートにバッグとかついてなかったんだけど、私のこの私物のリュックをなんかおいいじゃんってなって、そのままね、あのはい背負ってます。そんな感じですかね。三つ編みしてますね。珍しいのかな。でも割とそれこそセブンティーンさんとかではよくセブンティーンじゃない、三つ編みしてるんですけど、はい、こんな感じです。あ、すごい、そう、そこのリュックバレてた。そうそのリュックだから中身も詰まったまま、何もそのままです。はい、こんな感じかな。楽しそうでしょ。楽しかった。島はね、これは最初の撮影じゃないの、これは何回、そのまあ式で撮ってるっていうのもあって何回かに分けての撮影だったんですけど、これ最初ではないです。最初じゃないですもんね。そう、最初じゃない時ですけど、何回目かだったので、割ともうこのもともとその緊張というかさ、そのなんだろう、初めましてドキドキみたいなチームではなかったけど、よりリラックスした感じの時期に撮れました。どうですかこの写真、どう？あ、そう、これはね夏です。これは夏のカットですね。どうですか？あ、嬉しい。いいですか？嬉しい。あ、みんな可愛いって言ってくれるの？ありがとう。三つ編み割としたかなって思う。これもだけど、楽しみにしててください。そんなぐらい。次に行ってみます。次のカットですね。どっちがいいんだろう。次のカット、これにするか。こちら、こちら、次のカットはこちらになります。これね、あの先行カットで出そう。あ、先行カットもね、どれにするっていう風にいろいろ話したりしてたんですけど、このカットはね素敵じゃないっていう話になってこのカットをしたんですけど、東北っぽいでしょ。私この写真大好き。光の感じも、これはね、あのそう撮ったんだけど、新幹線のホームなんですけど、新幹線でもう東京に戻るよって時にね、発車前に時間がちょっとあったから、そこでパーって撮ったんですけど、なんか駅でさ、みんなでずんだシェイク飲もうって言って、私ずんだシェイクが大好きなの、だからずんだシェイク飲もうって言って、でカメラマンさんも持ったままでいいよって言うから、わかりましたって言って、撮られてる感じじゃなく、ただただ飲んでるところなんですけど、そう、あ、わかるんだねこの写真で、すごい。そうなんです、実はこれ宮城だと思うじゃないですか。実はね、山形なんです。知ってました？山形県でもずんだシェイク飲めるんですね。美味しいんですよこれが。これみんなで飲みました。わかるんだ、すごい。ここでわかるんですね。すごい、みんな分かってた。そう、山形にもあるんだよ、みんな飲んでみて、美味しいから。だからね、これすごいお気に入りのカットです。わかる？いつも L サイズ美味しいよね、 L サイズね。そう、東北でどうしても撮りたかったことがもうあって、山形県の方でも撮ってきましたね。これもね、すごい、この日の夕日めっちゃ綺麗だったんですよ。東北、とにかく日が暮れる瞬間とか、その四季によっていろんなね、時間帯の光っていうのがすごく綺麗だったので、いろんな光があると思いますけど、特にお気に入りのカットになります。はい、続きまして、わー、すごい、あ、4万人超えましたね。ありがとうございます。4万人もの方に見ていただいてありがとうございます。嬉しい。恥ずかしくなっちゃうのよ、あんまりなんかね、すいません、自分の話ばっかり。続きまして、最後かな、こちらになります。ダラン、これ冬ですね。あ、そう、冬です。これは冬のカットになりますが、これもまたすごく好きな写真ですね。どうですか？これもあの山形県での撮影なんですけど、これは最初ですよね。これがそう、最初の撮影の時かなになるんですけどね。これはね、好きだね、このカット。雪、尾花沢市で
尾花沢市で撮ったんですけど、尾花沢って私おじいちゃんおばあちゃんがね尾花沢にいるんですけど、尾花沢だからよく行ってたんです。昔からちっちゃい時からよく行ってたんですけど、雪がすごくね降るんですよ。だからその雪景色絶対綺麗だなと思って冬に撮りに行きたかったんですけど、すごいこの時もね雪がね綺麗に積もってて楽しかった。はしゃいでるね、すごいすごいはしゃぎました。これでもどう、このカットとかさ、赤いニットもまたいいよね。どうですか、無邪気っぽいのがいい、嬉しい、ありがとうなんかすごいはしゃいじゃいました、雪の中。結構なんか本当にこの写真集一冊通して思うのは、なんだろう、決め決めっていうのあんまりない気はしますかね。それこそなんかなんだろう、ただ喋ってるとことかそういう瞬間を切り取っていただいたなっていう感じがします。なんかうんかなって思います。なんかどこまで喋っていいのかわかんないいいのかな、こんな感じでいいのかな。でもなんかこうやって東北でね撮影もしてきて、東京でも撮ったんですけど、ほとんど東北でね撮影ができたので嬉しかったです。はい、そんな感じ。そんな感じでもっとねじっくり写真見たくなったよっていう方はぜひ、まだまだいろんなね場所にいた写真もございますので、写真集ご予約いただければと思います。画面のカートボタン、下にありますカートボタンを押してショップルームにて写真集をご予約いただくと、特典としてこちらのポスター、限定ポスターにサインと、あ、間違えた、サインと、コメント付きでプレゼントいたしますので、この絵柄の特典は今日限定ですので、ぜひお早めにご予約ください、お願いします。以上、先行カット解説でした。そしてこの番組の感想だったり、今こんなことやってるよっていうのをぜひぜひツイッターでですね、こちらハッシュタグ1番ファースト久保背番号46でツイートしてください頑張りましたこれ1番一塁手とか言ってファースト久保背番号46でお願いします。長すぎたかなまあいいんです、皆さんぜひツイートしてください。はい、ということで続いてに参りますが、続いては質問コーナーをやりたいと思います。写真集に関する質問中心に答えていきたいと思いますので、皆さんぜひコメントで質問を送っていただければと思います。なんかありますかね、答えられる範囲で、基本ギリギリを攻めているので、なんかそんな攻めてるつもりないんですけど、言っていいかダメなことかちゃんとね聞いてからするつもりでしたけど、うん、美味しかったものは撮影でね、あ、いっぱいありましたけど、あ、いっぱいあったな。東北ご飯も美味しい、でもウニは取れたてのウニをいただいて、お殻にね入ってるんだけど、もう動いてるのでっていう状態で食べたりとか、めっちゃ美味しかったです。私今までウニってあんまり食べたことなかったんだけど、美味しすぎてびっくりした。2日連続ウニ食べました素敵でしょ。そんなこともありましたよ。予約販売はねいつまでですかって、この限定ポスターがついてくるのはあれですね、23時までかなになりますので、この配信が終わってからも23時までありますので、ぜひお願いします。あとは何だろう、あ、でもそのメンバーにっていう話だったけど、今コメントで、メンバーには報告は自分からはなんかしてないんだけど、解禁カットが出た次の日にお仕事で会った時は、みんな後輩がみんなね声かけてくれました。なぎちゃんとか、なぎちゃんが見ましたって言いに来てくれたりだとか、あとれいちゃんも言ってくれたし、みんなね声かけてくれました。嬉しかった、すごいみんな優しいねそんな感じですよ。難しい、なんか質問ありますかってあるんだよね、みんな質問、あ、すごい早い、
張はね、撮影に関して緊張はしなかったかな。あんまりなんかそのなんだろう、本当にいつもの自分でいようっていうのは心がけました、うん、心がけることじゃないんだけどね、うん、なんかでも見てほしい人いっぱいいるけどね、一番に見せたい人とかさ、やっぱでも一番はやっぱり誰だろう、誰だろうな、もちろん家族に見せたいっていうのは一番あるけど、メンバーも楽しみにしてくれてるから、あ、でも梅からね、梅沢みなみちゃんからね、すぐ見せてねって連絡が来た、あの発売になったらすぐ見せてねって言ってくれたりとかしましたかね、うん、なんだろう、撮影でのエピソード、楽しかった思い出がいっぱいあるんですけど、あの撮影とは関係ないんだけど、すごい楽しかったって言っていいのか分かんないけど、あ、なんかすごい素敵だなって、あ、このチームで撮影できてよかったなって思った瞬間が、あのコスモスさんっていう方がいるんですよ。あのコスモスさんっていう方が写真集チームにいらっしゃるんですけど、あのコスモスさんっていう名前で呼んでるんですけど、その方がね、大事なアクセサリーをあのどこかに落としちゃったんですよ。で、どこかに落としちゃったってなって、でコスモスさんは、あ、いいですいいですって、全然大丈夫ですって言ったんだけど、みんなでね、みんなで来た道を歩いてみんなで探したの。それがね、すごいね、なんかあったかいなと思った。みんな真剣にさ、真剣に道をこう見て、どこだどこだって。結局見つかったのかな、わかんないけど、すごい大事なのだったから見つかってるといいなって思いながらさ、そんな可愛らしい方でした、コスモスさんは。それがすごいあったかかった。それを覚えてるかな。優しいよ、本当に素敵なチームです。伝わると思う。でもなんか写真を見ていただいたら、あ、なんか伝わるんじゃないかなって思います。本当に温かいチームでした。何かありますか、あとコメント、なんか聞きたいことだったりだとか、いっぱい、うん、写真集決まった時嬉しかったですよ。もちろんすごく嬉しかった、本当に。うん、一番大変だったこと、大変だったことはね、本当にないかな。でも私ほら、あー、でもないかも。船も全然酔わないし、あ、でもね、ちょっとだけね、虫がね、ちょっとだけね、怖かったけど、でもちょっと大丈夫になりました。もうカメラマンさんの細井さんは、私中学生ぐらいから、もう加入した時からあの何度か撮っていただいてるんですけど、私がさ、虫が苦手なことを知ってくださってるから、 あんまりそういうところでね、撮らないでくれたっていうか、パッてやってくれたから、ちょっと救われました。でもね、あの結構ね、触れるようには嘘だ。大丈夫にはなりました、ちょっとだけ。はい、一番楽しかった撮影はいっぱいあってちょっと選べないけど、あのね、自分にとってルーツのある場所に結構今回行ったんですよ。それもここに、なんて言うんだろうな、私の話での流れで行ってくださったというか、ここ、あとね、たまたまお昼ご飯を食べようってなった場所が、私が小さい頃からずっと行ってた場所だったんですよ。で、私全然行くまで分かんなくて、え、ここ私何回も行ったとこって、ちょっと泣きそうになった。なんかここ私行きたかったっていうか、ずっと行ってたとこってなる場所もあったし、行っていいんですか？あ、本当ですか？あのね、今回ね、尾花沢でおばあちゃんのお家で撮影をしてきました。おばあちゃん家にね、行ってきたんですよ。これも私がぜひ行きたいですっていう話をしたんだけど、実はね、あの尾花沢の撮影は2回行ってるんです、実は。で、1
回目の時は実は撮影はしなかったんですよ。会いには行ったの、おばあちゃんに会いには行ったんだけど、あの撮影もちょっと したんだけど、そのなんだろう、あんまりこう長い間はね一緒にいれなかったんです。なんだけどやっぱりもう一回ちゃんとおばあちゃんとちゃんと撮りたいっていう話をさせてもらって、おばあちゃんのお家で撮影をねさせてもらいました。嬉しかったね、それはすごい。なんか思い出しただけですごいあったかくなる、心が嬉しかった、すごい。本当にね、またそのカットとかがさ、いつか出るかは分かんないけど、それこそ写真集が発売されたらお話ししたいこともいっぱいあるんだけど、すごいね、すごい時間だった、うん、かな。1回目の時はね、急に行ったんですよ。私があの道案内して急に行ったんだけど、びっくりしてた、おばあちゃん。でもね、すごい喜んでくれましたよ、うん。あと何かありますか。すごい喜んでくれてました、おばあちゃん、うん。あとはでも田代島の方も行きました、ちゃんと。田代島の方もね、写真集見ていただければ分かると思うんだけども、田代島の方は実は行くのがすごく久しぶりだったんですよ。いつだろう、小学1年生とか幼稚園、いや小学生の時は行ってるな。すごくね久しぶりだったんですよ。でもどうしても行きたい理由があったので今回行ってきたんですけど、本当に行ってよかったなって思いました。自分の目でねちゃんと見たかったから、その田代島に行って、それがすごい嬉しかったですね、行けて、うん。一番照れた写真は、照れた写真、照れた写真、何だ、照れなかった、出られなかった、照れみたいなできなかった。なんか、なんだろう、照れた写真って何、照れた写真、本当よりも多分ね照れてるかな、ありましたっけ。なんだろう、あ、でもちょっと思い出したら言うね、思い出したら言う、ごめんごめんごめん、思い出したら言います。あとはそのちょっとラジオでお話したんですけど、堕落カットって呼ばれるカットがねあるんだけどね、それはね、それはね東京で実は撮ったんですよ、堕落カット。それはすごいね楽しかったっていうか、なんかでもね、分かる方は写真集見たら分かると思う、これかなって。だからあえて自分からは言わないでおきますけど、えっ、小沢さん来たんですか。お仕事終わりだったのに、やだー、いやー、もう忙しい中だったのに。ちゃんとシュッと言ってくれて、コスモさんちょっと筆談しましょう、じゃあいつかね、あ、いいですか、やだ、お忙しいのに久しぶりに会えた、コスモスさん嬉しい、みんなコスモスさんが来たよ。ちょっとそれ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 、そのままください、そのままください。嘘でしょ、一発目来て一発目、見て、コスモスさん久しぶりって言ったら、これ見て、ごきげんよう。やばすぎ、マジでさ、わかる、これだけでわかるでしょ、今さ生配信してるよっていうこと知ってるんだよ。出てきてさ、来てくれてさ、一発目にごきげんよう、さすがだよ、コスモスさん大好き、もう本当に好き、大好きよ本当に。大丈夫ですか、疲れてないですか、本当久しぶりですね、会えて嬉しい。かわいすぎる、やばい。みんな
理解したって言ってる、どんな人か面白い人や。そうなの、本当みんなに知ってほしい。声聞きたいよね。とっとこまださ声を聞くのはさ、うんうん面白いね。え、本当にこのコスモスさんはこうやって面白い方なんですけど、写真集の時はもうね、コスモスさんが、不思議なんだけどコスモスさんがいる場所にすごくいい光が来るの。だからコスモスさんがいる場所が撮影スポットになってた。ん？覚えてない？覚えてないんですか？コスモスさんが座った場所に絶対光が来る。そこで細井さんがそこがいいって言って、私がコスモスさんがいるとこにこうやって移動して撮影みたいなしたりしてたあと絶対いただきますとごちそうさまを言わないとご飯が食べれないっていうルールね。撮影中にいただきますってコスモスさんがいただきますって言わないとみんな食べれないっていうルールだったり、なんかね、あ、そう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 、あのせーのって言われるの、急にだよ。席に着いたらみんなせーのって言って、え、なになにって思ってるうちにいただきますって聞こえてくるのそれで撮影が始まるっていう、なんかほんと家族みたいだった。コスモスさんがもうお母さん、みんなのみんなのお母さんで、それこそ現場もさ全部さ、そのなんていうの、時間とかも組んでくださったりとかしてたから、本当にコスモスさんがねすごいそういう雰囲気を作ってくださいました。いやー、来てくれたの嬉しい。いいんですか、ごきげんようだけでいいんですか。見つかりました、アクセサリー。やっぱなかったんだ。じゃあまた探しに行きましょうね。かわいい、エムリー、かわいい、本当にね優しい方々でしたね、皆さん嬉しいね。ブラ話もおいおいね、いろいろしていきたいと思うんですけど、なんせさまだカット数がさそんなに多いわけじゃないから話せないこともねって言いつつも結構話してはいるんですけど、やっぱりこの写真集が発売されたらなんかね、ぜひね、皆さんが行ける場所もあると思うんですよ。ここなら行けるかなって思う場所もきっとあると思うので、そういう場所にもね、ぜひ皆さんに行ってみてほしいなというふうに思います、はい、ということで画面の下にあるカートボタンを押してショップルームにて写真集をご予約いただくと、特典としてこちらのポスターにサインとコメント付きのを入れて限定ポスターを漏れなくプレゼントいたします。この特典は今日限定ですのでお早めにご予約ください。なお23時まではできるのでショップルームでご予約がぜひぜひ覗いてみてください。よろしくお願いします。こんな感じになってます。田代島で撮ったお写真です。田代島本当に行ってほしい、みんなに。本当に素敵な方、素敵な方にも会えたんですよ。すごい素敵な方がいた。めちゃめちゃ面白い方がいましたよ。その話もまあおいおいいろんなところでできたらと思います。ということで以上、質問コーナーでした。はい、ということであっという間にエンディングになります。スクショタイムとかをしてみますか。スクショタイムってみんなどうしてるんですか。ポーズってこと。何のポーズがいい、何がいいですかやってくれるんだコスモスさんが。こう、はい、これだけでいいですか。なんかもっとやった方がいい。あ、逆も、あ、それもやるんだ。からのこう、いい感じですか。あ、 OK 出ました、コスモスさんからということでありがとうございますこんな感じいいのかな。ということで乃木坂、改めまして乃木坂46久保史緒里のファースト写真集が7月の11日発売になります。本当に夢だったので写真集を発売することが叶って嬉しいなっていう気持ちと、なんか皆さんがパッて開いてくれた時にちょっと今日疲れたなってことが吹き飛んだりとか、あ、いつか行ってみたいなとか、ちょっとでも心に温かいものを届けられたらなっていうふうに思います。そして改めてにはなりますが、画面の下のカートボタンを押してショップルームにて写真集をご予約していただくと、特典としてこちらのポスターでサインとコメント付きでのものを漏れなくプレゼントいたします。この絵柄の特典は今日限定ですのでぜひお早めに。
ください。ということで今回のね番組のあの感想なんかもこちらのハッシュタグ1番ファースト久保背番号46、これあのみんなで考えてもらいましたこちらをあの一緒にツイートしてもらえたらと思います。はい、そして公式ツイッターもございます。写真集のこちらですね、久保氏ファースト、久保氏ファーストっていうので、ちょっとあのアイコンが偽物っぽいんですけど本物ですのでお許しください。ピンクの服着てあのラジオのヘッドホンしてる私の写真がアイコンになってます。一応本物なのでぜひぜひフォローして続報をお楽しみにお待ちください。ということで最後までご覧いただきまして皆さん本当にありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。バイバーイ。